どうも、たくさんです。いつもこのチャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、グラブさばきのハンドリングの練習の仕方を紹介したいと思います。ハンドリングね、これもね、またちょっと専門用語なんで解説していきますと、基本的には片手で捕球する、これをハンドリングというふうに言います。片手取りですね、グラブ側だけの手でボールを捕球する、これをハンドリングというふうに言います。それからまあ両手で取るスタイルもありますんで、それと区別するための捕球方法ですね、ハンドリング、これのまあ練習方法を解説していきます。でハンドリングの練習をするときには、まずこう初歩的な練習として膝立ちになります。膝立ちで、これはね、結構いい練習で、やっぱりね、どうしてもこう立って構えていたりすると、やっぱりこうバランスが崩れたりとか、あんまりこう頭が地面から離れたりして、ちょっとこっちのね、捕球するという方に意識が向きづらいんですね。だからそういう時にはしっかりもう膝をついてですね、足を抜きにしてバランスを整えた状態で、そして頭をここから下げていって、この顔と捕球位置が近くなった状態で、ボールをしっかり見て捕球すると。で、まあ、ほんと5メートルぐらいの距離から、ワンバウンドないしツーバウンドで送球とか、ノックされたボールを捕球するというような感じですね。まず姿勢としては、まずね、これ、実際のね、立っている時も一緒なんですけども、お尻をしっかり高く上げるということが重要です。お尻をしっかり上げる。下がった状態で構えるんではなくて、上がった状態で構える。で、お尻を上げれば頭を下げることができます。で、逆にお尻を下げて頭を下げると猫背になりますね。猫背になると、まあ、パワーっていうのは生まれないので、しっかりね、骨盤を立てた状態でお尻を上げて、それで頭を下げる。お尻の位置、まずお尻の位置を高くして、この状態で頭を下げていって、で、捕球位置と目線を近づけると、ここで捕球すると。あとはグラブ側の腕の使い方ですね。前で取れ、前で取れって言っても、腕をギュッと伸ばした状態で捕球するんではなくて、やっぱりここにはある程度ゆとりが必要ですね。ダラーンと伸ばした時に、ダラーンと腕をこう下げた時のこれぐらいの緩み、この状態で、まあ、前に出すという感じですね。これで前に出した状態で、まあ、捕球位置を作るということで、これ以上にぐーっと腕を伸ばして手首を立てて構えないで、ダラーンと伸ばした状態で、まあ、できるだけ前ということですね。ここで補給します。で、次は、右手、投げる方の手の位置なんですけれども、これは、ハンドリングなんで、今片手で補給するときには右手を添えない方がいいです。僕は右手はね、太ももの上にこうやって置いておくように指示します。ちょっと自由にしておくと、どうしてもね、取るときにこうやってこうかぶせて取ったりとか、してしまうので、もう右手は右太ももの上に、セットした状態、これで、グラブ側だけで補給するというような感じですね。ここでさばきの練習をします。で、ハンドリングの意識どんどん慣れてきたら、今度立ってですね、補給姿勢を作ってのハンドリング、それから握り替えまで、をやっていくようになります。まず構えから言うと、さっきも言ったようにお尻を下げすぎない、お尻を下げすぎずに、腰を高くして頭を下げていくと、これで補給位置を作るというような感じですね。できるだけ腰を高い位置に保って、目線とグラブの補給位置を近づけていくというような補給姿勢を作ります。この状態で、まずは同じようにハンドリングだけですね。で、ハンドリングするときには、投げる方の手は添えないのが基本。姿勢を低くするのに、僕が結構子供たちにやらせるのは、もう肘をね、膝にこう乗っけちゃう。こういうちょっとね、悪い姿勢を作ってですね、この状態で、こっちはもう動かさないで、これであと、グラブ側の手だけでハンドリングというような形を作ります。とにかく右手はどっかに置いておくっていう感じですね。で、グラブ側だけでハンドリング、しっかり足をちょっと使いながら、足の体重移動を使いながらハンドリングをしていくっていうような状態ですね。で、これで、まあ、補給がしっかり立った状態で姿勢を作っての補給ができるようになったら、次に握り替えまで、スイッチワークまで、持っていくっていうような、スイッチワークをしだす途端に右手がグラブにこう近づいてくるっていうようなのがよく見受けられるんで、そうではなくて、スイッチワークするときもあくまで右手は添えない、添えないのが基本です、ハンドリングの時には。できるだけ右手は後ろに残しておいて、残しておいて、取ったところからグラブを右手に持ってくる。これでハンドリングの動きを作ります。これが両手取りの時と、両手取りで取る時と、ハンドリングで取る時の違いになりますね。とにかくハンドリングの時には右手を動かさない、グラブを右手に持ってくる。右手をサポートしに行くんじゃなくて、グラブを右手の方に持ってくる。右手は動かさない。
ここまでグラブを持ってきて握り返すね。取って握り返す。このグラブの速い動きっていうのが、まあ実際に捕球するときのこのグラブさばきにつながったりとか、あとはスローイングするときの、このスローイングするときの、まあ、肩の入りだとか肘の向きっていうものにつながっていきます。割れっていうやつですね。これにつながってくるんで、取ったら右手に持ってくる、この動き、いやちょっと遠いけどグッと、ここまで素早くグラブをさばきながらスイッチワークに持ってくると非常にスムーズにスローイングに移せます。これがね、ハンドリングする時のスイッチワークになります。ここまでいけると、まあこのハンドリングの練習としては十分かな、まあ、分割化したハンドリングの練習としてはここまでできればね、スイッチワークまでできれば十分かなと思いますが、まあ、実践的なところで言うと、ここからのあとステップですね、ステップまで、このスイッチワークと一緒に持っていけると非常にいいかなと思います。基本的にステップはスイッチワークした後にステップですね、取って、ああ、ごめんなさい、取って、握り替え、ステップワークですね、取って、握り替え、ステップワーク、体勢を作ったら、取って、ステップワーク、目線の位置、それから、ということ、重要になってきますんで、まあ、そういうところでハンドリングの器用さ、どんどん磨いていっていただければなと思います。今日はね、まあ、バックハンドとか特になしで、解説いたしましたが、まあ練習方法として参考にしていただければと思います。ありがとうございました。